こんにちは、マッツーです。サムスンから発表されたギャラクシーノートシリーズの新モデル、ギャラクシーノート10、ノート10プラスが発売開始されています。私マッツーも購入し早速使っています。ギャラクシーノート10シリーズの最大の魅力は何といっても S ペンです。 S ペンについては別途レビューを上げていますのでご覧ください。ギャラクシーノート10シリーズのもう一つの隠れた魅力は DEX4PC です。ディスプレイに HDMI ケーブルを使ってギャラクシーシリーズのスマホとこういうふうにつなぐことにより、PC のような画面と操作感でどこでも楽しめるのがギャラクシー DEX。 海外版ではサムスン DEX と言われています。このギャラクシー DEX、 このウルトラワイドディスプレイに対応してるっていうのは今回初めて知ったんですけれども、このギャラクシー DEX 使うのにHDMI ケーブルが必要なことはもちろんなんですけれども、快適に使うにはですね、やっぱりキーボードとマウスが必要だということが結構かさばったりするし面倒なんですよね。誰もが持っていくパソコンで使うようになれば非常に便利よねと開発者の方が考えたのかどうかわからないですが、まさかですがパソコンにソフトさえ入れておけば USB ケーブル1本で Galaxy Note 10をパソコンモードで使えるようになりました。これが PC モードです。本当に挿すだけでこのように表示されるというのがね、非常に面白いなと思います。 HDMI で画面とつなぐ Galaxy DEX とこのパソコンにつないで使う DEX4PC の違いは何なのか、パソコンで PC モードを使うメリットは果たして何なのか、ご紹介したいと思います。めっちゃ便利ですよ。ディスプレイにそのまま HDMI ケーブルを挿して使う Galaxy DEX とパソコンに USB をつないで使う DEX4PC では基本的に使い勝手は同じなんですけれども、できることが少し違うところがあります。大きな点は2つあります。まず1つ目ですが、 DEX4PC は接続しているパソコンとスマホで直接データの受け渡しができます。現在このディスプレイに映しているのが紫色の方は Windows のデスクトップ画面になっています。こちらコマンドになっているのがサムスン DEX と書いてあるところですけれども、これがスマホ上の画面を PC モードで開いている、 DEX モードで開いている画面になっています。データの受け渡し自体は Windows からそのまま DEX の画面にドラッグをして持っていくだけでコピーができます。このようにコピーをすると自動的にダウンロードのフォルダーに入ります。このように、ダウンロードにフォルダに入っているのがわかると思います。指定したフォルダに入れたいという場合どうすればいいかと言いますと、内部ストレージの中にですね、こういうふうに自分で作ってもいいんですけれども、指定したフォルダがありますので、そこから、例えばドキュメンツの中に入れるとしたら、ドキュメンツを開いてあげて、このまま、ここにコピーをしてあげると。これで、ちゃんとフォルダの中に指定したファイルを入れられると。ということになりますね。という形でもうパソコンとほぼ同じような使い勝手で、使えるというのが結構魅力だと思います。続いて Galaxy ノートの中に入っているファイルをパソコンに移す場合ですけれども、このようにマイファイルの中からですね、移したいファイルを選んであげます。はい、選んであげるとこのようにマウスを持ってあげて、でそれをパソコンの方にドラッグをしてあげますね。デスクトップの画面だと、DEX っていう、アイコンのファイルになっていると思います。これをポンってこう離してあげるとこのように PDF が押しますね。でこういう風に見ることができます。これも簡単ですね。本当にパソコンと同じように操作すれば大丈夫、問題なく使えます。なんとですね、受け渡しできるのはデータだけではありません。なんとコピーペーストも受け渡しできるんです。びっくりですね。はい、ちょっとやってみようと思います。右側、サムスン DEX の方には、サムスンノーツ、こんにちはと打っているものを書いています。で、左側、パソコン側は、桜エディターに、こんばんはと書いたデータを打ち込んでいます。これを今からコピペしていこうと思います。まずですね、左側、こんばんはをコピーしてますね。こんばんはをコピーしてあげて、で、ギャラクシーノーツの方に、エンターして、これですね、右クリックで出てきますね。はい、貼り付けを貼ってます。こんばんはって、ほら、でパソコンでこんばんはって書いたところをギャラクシーノートの方貼り付いたらちゃんとこんばんはと出てきました。
続きまして、ギャラクシーノーツの方のこんにちは、こんにちはですね、こんにちはを右クリックしてあげてコピーですね。でこれを桜エディターの方に貼り付けてあげますね。貼り付けるとこんにちはとちゃんと出てくるんですね。まあ一応これ貼り付けられるのはテキストのみなんですよね。画像はクリップボードに入れられないみたいなのでテキストのみが行き来できるということではあるんですけど、例えばスマホで閲覧していたブラウザの例えばね URL のデータとかね、パソコンにコピペしてそのまま見るとかそういうこともまあできたりするでしょうね、はい、ということで結構これは便利かなというふうに思います。続いてもう一つの違いですけれども、 DEX モード中にスマホにマウスパッドペンタブモードが表示されるのは HDMI の接続値のみとなっています。通知バーをヒュッて下ろしてあげるとですね、これ出てくるんですけれども、サムスン DEX と書いてあるのか、多分日本版だと Galaxy DEX と書いてあると思うんですけれども、パソコンと DEX4PC の方のモードですと、まあ DEX4PC と書いてあって、これをまあタップしてあげることはできるんですけれども、まあ、こんな感じで、何もないんです。サムスン DEX、最新バージョンがインストールされています。程度しか書いていなくて、特にこうマウスモードとかね、ペンタブモードというものを使うことができないという仕様になっています。HDMI ケーブルでこのように繋いで、Galaxy DEX を表示してる画面になります。左上の方にね、DEX の画面が表示されているのでわかると思うんですけれども、この時ですね、このバーのところ、ステータスバーをフィッて下ろしたところではですね、サムスン DEX を使用というところと端末をタッチパッドとして使用という2つが表示されているのが分かりますね。なのでこれね、サムスン DEX を使用っていうところをポチってやると画面共有に切り替わります。この右上見ていただくと、ほらこの今の、ね、スマホの画面が共有されているのが分かると思います。これをもう一度これポチッと押してあげるとサムスン DEX がまた起動されるはずです。このようにね、起動されています。こちらのタッチパッドとして使用というところをポチッと押してあげると、ここがタッチパッドになって、ここがマウスモードになるんですね。はい、という形で これ自体がマウスパッドみたいな感じになっていると。もう一つペンモードというものもあります、ペンモードというのがありますので、ペンモードを使うこともできます。ゲームとかね、大画面にやりたいなという方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、例えばリネレボですね、大画面でやろうとすると一回再起動しなきゃいけないっていうのはあったりするんですけれども、これではもう本当に全画面でできるというのは非常に大きいんじゃないかなと思いますね。やりたいという方はですね、私はほぼやったことないのであれなんですけれども、はい、Galaxy DEX、DEX4PC を使う方には一つだけ注意点があります、ハードキーボードを使って文字を入力するときの予測変換、ちょっと一癖あります、特にですね、Google 日本語入力とか G ボードを使っている方は特に注意なんですけれども、今、画面上、Galaxy DEX の中にですね、Galaxy Notes、ノートアプリに文字を入力しようとしています。キーボードを使って文字を入力しようと思うんですけれども、ポチッとクリックしただけでスマホ上にソフトキーボードが表示されたと思います。まあ、設定で消すこともできるんですけど、基本的には表示されると思います。で予測変換もすべてこちらのソフトキーボード上に表示されます。特に外部 IME を使っている方、 Galaxy の純正のキーボードじゃなくて Google とか ATOC とか、ね、ああいう形で外部のものを使っている方は基本的にここのスマホ上に表示されます。あいうと書いてあげると、ね、このように、はい、ちゃんとあいうえおっていうあとかね、あいうとかね、こういう形の予測変換がこちらのスマホ上のキーボードに表示されます。これをタップしてあげるとあいうえおと確定されるということで、ちょっと癖があるんですね、はい、でこのキーボード自体は消すこともできます。こちらのですね、ナビゲーションバーの一番右側に、キーボードのマークがありますので、これをポチッと押してあげます。そうすると、オンスクリーンキーボードっていうのが一番下にあるので、これをオフにしてあげます。そうすると消えます。消えましたね。消えたんですけど、消えた状態ですね、また IU って書いてありますね。はい。ね、上に出てくるんです。今度は上の方に出てくる。左上とかね、右上とかに出てくる。
あ、いいうとか形で、はい、一番右上の方に出てくる、結局スマホ上に出てきます、はい、スマホ上に出てくるので注意してください。 Google 日本語入力とか Gboard といったあの Google 製のキーボードを使っている方で予測変換される方は非常に注意していただきたいんですけれども、このようなあのスマホで普通ですね、このフリック入力を、点キーみたいな12キーですね、12キーを使ってフリック入力を普段されている方、クオーティーキーボードなどの、ね、入力をしない方には特に注意なんですけど、この状態です。これだけフリック入力だけできる状態のものだけを活かしている状態でハードキーボードに入力するとカナ入力になります。あって打つともう一回打ちますよ。あって打つとこのようにキーボード上はキって出てきます。これはまあカナ入力ですね。12キーを使っている状態でローマ字入力を使うことはできないので、クオーティーキーボードに変更する必要があるんですね。クオーティーキーボードはですね、Gboard とか Google 日本語入力の設定でクオーティーキーボードの方もチェックつけておけば大丈夫です。それで、まあ、この地球儀のボタンをポチッと押してあげると変換できますし、この状態でですね、もしねこれ入力しててあって入力してキーが出てきて、あ、おかしいなと思ったらですね、シフトエンターを押すんです。シフトエンターを押すとこちらの方のキーボードもキーボードの種類が変更になるのでクオーティーキーボードが表示されます。なのでこれでまたあいうって書いてあれば普通にあいうって出てきます、はい、こちらの変換もあいうって出てきます。ローマ字入力で入力ができるという形になります。で、日本語と英語を切り替える場合はですね、オルトキーを一回押してください。オルトキーを一回押すと記号入力になるんです。記号入力中は英語で書けます。英語で書けるので、なのでもう一回オルトキーを押すと日本語の表示に戻ります。あ、ちょっと今はこれですけれども、はい、あいうという形でまた書くこともできます、はい、ぜひこれを使ってみてください。あとですね、あの Google 日本語入力を使っている方でキーボードは、US キーボード、ね、これも US キーボードなんですけど、私も普段使っているこのキーボードも US キーボードなんですけど、日本語 JIS キーボードじゃなくて US キーボードを使っている方ですね、Google 日本語入力の IME だとハードウェアキーボードの方として英語キーボード選択できるんですけれども、あの記号とか普通に日本語入力の JIS キーボードに強制的になっています。なので日本語を入力するんですけど、US キーボードを使っているよっていう方はですね、 G ボードの方がいいです。G ボードだったら普通に英語キーボードも使えるので、はい、G ボードを使っていただければというふうに思います。まあ、Galaxy シリーズではですね、まあ、Galaxy S8 とか Note 8から DEX が使えるようになりました。Huawei でも P20 ですとか、Mate 10以降のシリーズで PC モードが使えるようになっています。私も PC モードが使える機種は 何台か持っていたんですけれども、実際はやはりあまり使っていませんでした。まあ、そもそもそのスマホを大画面に映したいというシーンがあまり見つからないですね。というのも、まあ、今まではもうパソコンをやりながら、まあ、例えば別のマウスとかキーボードに持ち替えて PC モードを操作するとか、まあ、あとは一応こういうマウスにはね、あのボタンがついているもの、切り替えるボタンがついているものもあるので、そのボタンを使えばまあ一応切り替えたりとかできると思うんですけど、その切り替えが結構めんどくさくて結局使わないという感じになってたんですね。で、今回の DEX4PC はこのPC とスマホのデータのやり取りがこのエクスプローラーと比べても非常に分かりやすくて楽になったっていうのがやっぱり一番のメリットなんじゃないかなというふうに思います。まあもちろんですね、まあコントローラーで行うようなゲームとか動画もあの PC と USB ケーブルだけで、本当にこの USB ケーブルだけで、まあ、大画面で手軽にできるようになっているので、まあ、そういう方にもおすすめかなと思います。まああの PC 向けには提供されていないこうスマホアプリとかもね、もう結構あると思います。まあそれもあの PC にでもね、操作ができるというのもメリットの一つとして挙げられるんじゃないかなと思います。まあ、まだちょっと癖は残っているんですけれども、まあ、だいぶ使いやすくなっているので、まあ、ぜひ試していただきたいなというふうに思いますね。あのパソコンを使っている方はね、特に DEX4PC 一回使ってみていただければなというふうに思います。というわけでご視聴いただきましてありがとうございます。よかったよという方はあの高評価、またチャンネル登録よろしくお願いいたします。またあの順次、Galaxy Note 10の動画もどんどんレビュー上げていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは今日はありがとうございました。